鈴木誠也の年間ペースとんでもないことになる。ドジャース対カブスの対決が始まり、鈴木誠也選手が5試合連続のヒットとなるタイムリーツーベースなどで3打点と活躍した。今シーズンの鈴木誠也の成績は29打数10安打ホームラン2本11打点と好調を維持している。このままいくと鈴木誠也のシーズン通算成績は打率345 OPS1.015 ホームラン46本230安打254打点に到達しそうだ。このままいくとじゃねえよ。くっそ、一郎の262は厳しいか。 OPS は全然物足りないな。昨シーズンの大谷とかボンズに遥か遠く及ばない。やり直し。打点は世界新録か。ホームラン王はなんとかなりそうやね。打点王と首位打者は硬いから、三冠王はギリギリ手が届きそうや。アセートラと本物、去年後半から調子良かったやん。ワイは大谷より期待しとった。守備もやるのに年俸25億ぐらいでお買い得です。あとはサイボーグ化して天気をプログラミングして感情をなくせば本物のワセートラウトになる。大谷に勝てるかもしれない男。 FWR8.1 ペース、去年のラサ大谷が6.56くらいは狙えるかも。ボストンのあれと違って守備走塁平均以上だから打撃不振の時もスタメン張れる。聖夜の守備は平均以下や。昨シーズン最後にやらかしたから印象悪いけど指標は悪くなかった気がす。フィールディングランバリューマイナス2だぞ。肩は強いのにアームバリューがマイナス3で足を引っ張ってる。何期に肩側に強いのもえぐいよな。ちょっと打点勝ってもスタメン落ちん。シーズン成績345 29 10 2本11点、 OPS1.015、 ストレス成績459 37 17、 6本12点、 OPS1.593、 完全にアジャストしたな。筋肉が馴染んできたか。ニュースはもっと取り上げろよ。いつの間にか大谷が迫ってきてるので、数試合後には追い抜かれてそう。大谷は実績あるからな。お互いが怪我なく頑張ってくれればそれでいい。管理人のつぶやき、シーズン始まったばかりなので年間換算は時期尚早とのお叱りを受けそうですが、個人的にこのような妄想が好きだしワクワクするので取り上げてみました。鈴木誠也選手への期待の表れと高まりだと思ってお許しください。視聴者の皆様の鈴木誠也選手の通算成績予想や獲得タイトル予想をぜひともコメント欄で教えてください。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。